風にいて何から来たんやっけ。それ言われる。なんで自己紹介も兼ねて言わなきゃ。じゃあ俺まあ2人のだっけ、うん、いや言うたらいいよ。いやだからバーニーなんやねん。バーニーなんやねん。さっき言ったらバー関係あれへん、うん、いやだから同級生どっちやんだから。どっちが喋りたいの。喋るやったら譲るけど。譲るけど。いや言うよ、全然言ってもらって言うよ。言うよじゃあ先に。だ最初に出会ったのが同級生が、ね、だから同級生ってなんやねん。同級生が3人って別におれへん。何のファミコンやってたみたいな感じで、あ俺はグーニーズ。え、そんなんやっけ。やな。え、でもあれやん、ワーホリーで、まあそのの時にオーストラリアワーキングホリデー行ってた時に出会ったから、あのコンビ名はあのオーストラリアのラリアから取ってて、でグーニーっていう名前はまあグーニーズから来てるけど、なんでグーニーズだけ、まあワーホリあるあるでイングリッシュネーム、うん、あるんか言われて、ないないって言って、でファミコンの話してて、グーニーズで、あもうグーニーでいいやん、グーニーでいい、グーニーいいわで、それがイングリッシュネームだ。そうそう、イングリッシュネームって誰も呼んでねえけど、まあでも当時付き合ってた彼女あーまあまあにグーニーって呼ばれてた。でそっから取ってグーニー。そっちは何だ。俺はアルディって言うんだけど、アルディはまああの同級生が、同級生の話してないねんだから。俺の話、俺の説明してんのになんでそっちが同級生がどうのこうの。同級生おれへんし別にオーストラリアに。あそうで、いやだからあのアルディっていうスーパーがあって、うん、オーストラリアにあのちょっとディスカウント系の、うん、フレスコみたいなもんだな。違うな、違う、うん、あのディスカウント系のちょっとスーパー松本みたいなもんだな。知らん。ディスカウント系のあのちょっとなんていうの、多めに売ってる業務スーパーだな。あ、まあまあまあ近い、これ近い、これ近い、近い、まあアルディってあのヨーロッパにもあって日本にはないところで、まあ最初二人でこう買い物行ってたのがのお店スーパーのうちの一つがアルディ。そんな行ってなかった。でそれで、ああ安いなって言って感動したのを覚えてて、まあそれでまあアルディでしょうか。結構シンプルな流れで2人したわけですよね。何掘ってんの。気持ちが